闇の王子ボーゼルは倒れ、世界に闇の脅威が迫ることはなくなった。だが未だ光の末裔の抵抗は続いていた。このままでは大陸統一を足止めされてしまう。これを機に光の末裔との決着をつけるべく、帝国はエルゼリア大陸からレイガルドへ戻った。しかしようやくたどり着いた港には、レスター率いる部隊が迎撃の準備を終えて待ち構えていた。ほら、早く降りな。後が疲れてるんだよ。まったく、やっと剣を取り戻したというのに休む暇もないな。だがボーゼルを倒しちまったから気が楽だぜ。気を抜くな。追い詰められたネズミは猫にすら噛みつく。どうやらそのネズミどもが現れたようだな。敵ながら見事だ。まだ下船が済んでいない時を狙ってくるとはな。待っていたぜ、エルウィン。そしてエグベルト。レスター。レスターよ、礼を言わせてもらおう。今までジェシカ様を見守ってもらったことに対する礼をな。エグベルト、まったくお前は変わったやつだな。これから殺し合いになる奴に礼を言うとな。そろそろ話してくれよ。お前がジェシカ様の元を去った理由を。闇を滅ぼすこと、それが私がジェシカ様の元を去った理由だ。闇を滅ぼすためにベルンハルトと国を起こして戦争を始めたのか。ボーゼルの復活を知った私は闇を滅ぼす方法を考えた。そして得た結論が、光の末裔を頼らずに強大な軍事力で闇の勢力を制圧することだった。ジェシカ様と共に光の末裔の出現を待ってもよかった。しかし私にはその時間がない。だからこそ確実な方法を取っただけだ。その結果は言うまでもなかろう。そうだ、確かに闇は滅ぼせた。だがお前たちが大陸統一を目論んだために、大陸中が戦争に巻き込まれたんだぞ。放っておいてもどうせ大陸中に戦乱は巻き起こった。ならば我々が大陸を平定し、今後の戦乱を防げばよい。お前は昔から頭が良かったよ。先まで見通して計画することができる。それは認めるさ。だがそれは自分ができないことは避けて通る臆病者の理論だぜ。本当に平和を求めるなら
戦を起こさずに済む方法を考えやがれ。仕掛けてくるぞ。こんな場所に攻め込まれたら戦いにくくてしょうがないね。魔法で援護する間に陣形を整えてよ。そうだ、とにかく急いで兵を下船させよう。なる上は死力を尽くすのみ。海へ叩き込んでやれ。お前たちは上空から攻撃を与えて連中をいぶり出せ。ドラゴンの餌にしてくれる。私は一度心を許した者同士が戦うことの虚しさを知っている。でもこれを最後に平和な世界が来るのなら。私は強くならなくちゃいけないんだ。海よ、お前の元へ帰るぜ。よくも俺の水軍を。この程度で俺たちを止められると思うな。
もう一息で、もう一息で帝国の勝利が決まるのだ。身の程知らずが。レスター様のお手を煩わせることもあるまい。剣様を怠らん。この港がお前たちの墓場となるのだ。我が空中殺法を受けてみよう。天下のカリスマに我が知略が合わされば。うわー、死にたくねえ。かの者に力を。まらごときに屈するとは。帝国の部を大陸に示さねばならん。うまく敵の動きを封じ込めるんだ。ここで負けるわけにはいかぬ。分かっております。ジェシカ様の元へは進ませません。我が敵を撃て。
荒ぶる闘気を舞い吹け。血が止まらねえよ。私は強くならなくちゃいけないんだ。大地の牙よ、食らい尽くす。また美しさに磨きがかかっちまったね。もはやこれまで。かの者たちを癒したまえ。ここまでか。俺はお前をこれ以上進ませたくない。お前のためにもな。何？どういう意味だ？それを聞きたきゃ俺を倒してみな。
槌を。レスター様。くそ、ついに俺一人か。こうなったら一人でも多く地獄へ道連れだ。かの者の傷を癒したまえ。ことが正しいのか間違っているのか俺には分からねえ。だがよ、これでも昔の俺はお前のことを兄貴のように思ってたんだぜ。だからよ、兄弟のつもりで言わせてもらうぜ。ジェシカ様とは戦わないでくれ。レスターよ、それだけは約束できん。もしジェシカ様が戦うというのなら、私も戦うことだろう。そうか。お前らしい返事だぜ。どうやら、完全に変わっちまったわけじゃなさそうだ。ところでエルウィンよ、これ以上は先へ進まない方がいい。約束だ。その訳を聞かせてもらおう。この先に進めば、きっと辛い戦いは、だからここに残った方が、くそ、目が、霞んできやがった、エグベルトとも、まだ、話す。あば、いや、先に地獄で待っていろ。私も長くはあるまい。そのうち参ろう。レスター、すまない。どうする、エルヴィン。彼の忠告に従ってここに残るか。いや、レスターもエグベルトと戦ったんだ。たとえどうなろうと俺は進む。自分の信じた通りに俺は進む。後になって後悔はしたくない。そうか、では先へ進むとしよう。さらばだ、ベスタ。あたしだ。
力は我が信念の表れ。俺は傭兵だ。何だってやってやるよ。